ヤッペニルセンは、ノルウェーの作家、美術史や、クリスチャニアで生まれた。長編小説2編と短編小説数編を表したが、主に美術批評家としてのドッグブラーダット氏への寄稿で知られる。同志には、1908年から亡くなるまで寄稿を続けた。画家エドバルド、文句、画家オーダークローグ、作家、ハンスイエーゲルト親しく、 クリスチャニア・ボヘミアンの一員と言われる。オーダ、クローグとヤッペ・ニルセン。1891年、ニルセンは、クリスチャン・クローグの妻で、ニルソンより10歳上のオーダ、クローグと不倫関係になったと言われる。ムンクは、この不倫関係を、メランコリーという絵画の題材としている。ニルセンの最初の小説ネメシスには、ニルス・フォークという若い作家が10歳上の人妻と、 不倫関係を持つ話が登場する。ムンクは、1909年、ニルセンの肖像画を描いている。また、1925年から1926年には、ニルセンとイシルシアンでディカントを描いた作品を制作している。その他、ヘンリック・イップセンと並んだデッサンも制作している。1909年、ニルセンと国立美術館の館長イエン・スティースは、 文句の油井100点と版画200点の大展覧会を開催した。この展覧会は成功に終わり文句が一般的に認知されるについて大きな役割を果たした。ありがとうございます。